ジョバンニ・ファットーリ、ジョバンニ・ファットーリ、ジョバンニ・ファリー、1825年9月6日から1908年8月30日は、イタリアの画家、版画家、マッキアより、マッキア派と称される画家グループを代表する作家であ、初期には歴史や軍隊などを主題とした作品を制作したが、後にはバルビゾン派の影響を受けて、イタリアの外交派を代表する画家となり、 風景、田園生活、軍隊生活などのテーマを描いた。1884年以降は絵画のみならず、エッチングの制作にも勢力を注いだ。ジョバンニ・ハットウリは、リボルノの質素な家庭に生まれた。青年期のジョバンニは十分な教育を受けていなかったため、家族は彼に商業の勉強をさせて、学位を取るように進めた。しかし、デッサンの才能に恵まれていた。 彼は家族を説得し、1845年、20歳にして、ジュゼッペ・バルディーニ、1807年に弟子入りすることとなった。バルディーニは宗教画や風俗画を手掛けていた地元の画家である。翌1846年、ファットオリはフィレンツェに移住して、はじめはジュゼッペ・ベッツオリの下で学び、同じ年にフィレンツェの美術アカデミーに入学している。しかし、 当時の彼が絵画の勉強以上に勢力を注いでいたのは歴史小説、特に中世ものを読みふけることであり、ウーゴ・フォスコロ、フランチェスコ・コドメニコ・グエラッツィ、ウォルター・スコットなどの作品を読んでいた。1848年、ファットオリは絵画修行を一時中断。1848年から翌年にかけてのイタリア統一戦争の時期には反オーストリアの民主化運動に加わり、 行動等のビラを配って回る、使い走りの仕事をしていた。しかし、ファット売リの家族は彼に戦士になることを断念させた。彼は1850年、フィレンツェのアカデミーでの勉強を再開する。彼は常に小さなノートブックを持ち歩き、そこに日々観察した出来事を、数多くのスケッチと共にメモする習慣を持っていた。 後年のエッチングにはこの時のスケッチを元にしたものもある。ファット売りが本格的な画家になるまでの歩みは非常にゆっくりしたものであった。彼の初期作品はわずかな数しか残っておらず、それらは1850年代初頭以降のものである。初期の作品には肖像画と若干の歴史画とがある。歴史画は死の別織の影響を受けたもので、 中世やルネサンス期の歴史に関する作品が多い。1851年には、トンマーズ・オグロッシの短編小説に基づく作品、イルデゴンダを、プラモードリス・フィオレンティナ展に出品した。1853年から翌年にかけて、鳥の出身の画家アンドレア・ガスタルディ、126から1889と共に、レアリスム絵画を研究。ファットオリバ、ガスタルディと共に、 風景画を描き始めたと思われる。1887年頃には、ファットーリと同じくベッツオオリの弟子であった、エンリコ・ポラストリーニを通して、新古典主義の巨匠ドミニク・アングルの様式を知るが、これはファットーリの歴史画にいくらかの影響を与えた。彼の歴史画として優れたものの一つに1858年から1860年にかけて制作されたマリア・ストアルダ。 ラングサイドの戦いにおけるメアリス・チュアートがあるが、これは彼が読んだウォルター・スコットの小説に基づいている。1850年代の初期、ファットオリは、ラルガ通り、ゲンカブール通りにあったカフェ・ミケランジョロにしばしば通っていた。このカフェは、フィレンツェの芸術家たちのたまり場であり、政治や新しい芸術について活発な議論を交わす場であった。カフェの常連だった。 芸術家の何人かは、1855年にパリで開催されたバルビゾン派の展覧会を見、自然を直接のモチーフとして野外で制作するという、当時まだ目新しかった制作方法に感動して、その興奮をイタリアへ伝えたのであった。1859年、ファットーリはローマの風景画家、ジョバンニ・コスタに出会う。コスタの作品に影響を受けたファットーリは、 彼らの画家グループに加わり、写実的な風景や同時代の生活を外交のもとで描くようになる。このことは彼の画業において一つの転換点となった。彼はマッキアイオーリ、マッキア派の一員となったのである。マッキア派はトスカーナ地方の画家集団で、その技法や目的は印象派のそれと似通っており、印象派の先駆けともみなされている。フランス印象派が当時、 人々の非難を浴びたのと同様、マッキア派の絵画も装飾性を描き、伝統的絵画のような細部の入念な仕上げを描いている点を非難された。しかし、印象派の絵画では光に溶け込んで形態の明確さが失われる傾向があったのに対し、マッキア派では印象派ほどには形態が損なわれることはなかった。1859年、ファットーリは、 コンコルソリガーソリ、統一イタリア首相、ベッティーノリガーソリ政権公演の、絵画の全国コンクール主催の愛国的戦争画の、コンクールに、マジェンタの戦いの後、イタリア陣営、1860から1861年に、完成を出品し、入選した。この賞金を得て、彼は1859年7月セッティミア・バンヌッチと結婚し、フィレンツェに今日構えることができた。 ファットオリの円熟期の作品は、鮮明かつ堅固な色村、マッキアを用いて描く、外交派の自然の光とスケッチをもとにして、アトリエで大画面の作品を制作する伝統的手法とを総合したものであっ1864年には、プラモードリスフィオレンティナ店にさらに4点の作品を出品している。風景がパルミエリのロトンダ、円形テラス。 1866年では単純化された幾何学的構成と明瞭な色彩とが作品構成要素となっている。1866年の後半にはフィレンツェ市内の新しく大きなアトリエへ移った。ファットオリバイ、イタリア統一運動、リソルジメントに関わる戦争画の注文を引き続き受けてを、そうした歴史画用の大型キャンバスを収容できるような大きな アトリエへ移ったのであった。この時期の著名な作品として、サンマルティーノの戦いのエピソードを扱った、マドンナ・デ・イッダ・スコペルタの攻撃がある。1867年3月の妻の死の後、彼は、同年の夏を批評家のディエゴ・マルテッリと共に、カスティリオン・チェロで過ごした。マルテッリは、マッキア派の理論家である。そこでは、ジュゼッペ・アッパーティとに、野外での風景画や、 田園生活、市場で働く農民などのテーマを描いた。これらの作品で彼は単純な幾何学的構成による大胆な構図、そして強烈な光を強調した。この時期の作品としては、ギシャと農夫のいるマレンまでの休息、1873-75年がある。ファットオリバ、1870年、パルマでの展覧会に、戦争がクストーザにおけるアメデオフェリーと、 王子を出品し入賞した。1872年、ローマへの旅行の途上、テイッラジーナの馬市場、完成作は失われたのための修作を描き、これによって1873年のウィーン、万国博覧会で、銅メダル、さらに1876年のフィラデルフィア、万国博覧会でもメダルを得た。1875年、フランチェスコ・ジオリ、エジスト・フェローに、 ニコロカンニッチと共にパリを訪れサロンでの休息を出品。当時パリに住んでいたディエゴ・マルテッリを通してカミー・ユピサロやイタリア出身のフェデリーコ・ザンドメネギなど多くのフランスの画家と接触した。しかし彼は印象派にはあまり関心を示さずバルビゾン派の画家たちを好みエドアールマネところを称賛した。ファットオリはこの頃から個人的に絵画のレッスンをするようになり、 1869年からはフィレンツェのアカデミーで週2回教えるようになったアメデオモディリアーニが後にそこの生徒になっている。それでも彼は経済的困難に陥っていた。自分の描く戦争画がほとんど売れなくなったためである。彼は税金を滞納するようになり、フィレンツェに持っていた不動産が差し押さえられた。これに加え膝の皿を痛めたことが彼をさらに追い詰めた。 1878年、2枚の絵をパリの万国博覧会に送ったものの、彼自身は参加するだけの経済的余裕がなかった。1870年代後期以降の作品の荒々しいリアリズムには、彼の絶望感が見て取れる。1880年代には、馬や牛など、田園生活のテーマを主に描いた。 1881年と1882年には、マレンマにあるコルシーニ家の領地を訪問した。この時の経験は、牛の群れをテーマとした一連の作品に大きく、実を結んでいる。これらの作品は1887年、ベネツヤの万国博覧会に展示された。1875年以降、彼は多くの版画を制作するようになり、1884年からは、 相当数のエッチングを制作している。これらはフィレンツェのプラモートリス展1886年やボローニャの万国博覧会1888年で評価された。同年、これらはローマ国立近代美術館の購入するところとなる。彼のエッチングは技法、コンポジションの両面で画期的であった。1884年20点の写真複製からなる。 アルバム、二十ラコーディデルビートを制作した。1888年、フィレンツェのアカデミーの素描の専任教授に承認し、建築学科の人物修作教授の称号も得た。彼は野外で小さい木製パネルにスケッチをしたが、それらのスケッチは、より大きなサイズの田園風景画を制作する際の参考となった。マレンマにおける小馬の焼き印をし、1887年、 マレンマの牛飼いと牛の群れ、1894年、などの作品である。これらの大型のキャンバスには、同時代の伝統的絵画に欠けていたドラマチックと、広々とした感じが表されている。ケルン、1889年入賞。ボローニャ、ミラノ、ブレラアカデミー、1891年、トリノ、アルベルティーナ美術アカデミー、1900年、フィレンツェでの展覧会に参加。 ロンドンにおけるイタリア博覧会には芝を集める人を出品した。パリでは1889年のバンコク博覧会で栄誉賞。1900年のバンコク博覧会では金メダルを授与されている。1891年にはマリアンナ・ビゴッィ・マルティネッリと二度目の結婚をする。作品の売上でいくらかの収入があったとはいえ、暮らしは貧しかった。金銭トラブルと膨れ上がる。 借金のため、再び個人レッスンをせざるを得なくなった。額縁を買う金にも事書き、1896年のドレスデンの展覧会への出品を諦めた。また、彼は挿絵を描くようになった。最初は、アレッサンドロマンゾーニの歴史小説、婚約者のため、1895年、1896年には、フィアンベッタという風刺新聞、友人のディエゴ・マルテンによって、 設立に差し絵を描いた。1900年にはトリノのアルベルティーノ美術アカデミーの一員となる。二番目の妻は1903年に死去し、1906年にはファニー・マリネッリと結婚している。老年期のファットオリはイタリア統一後の社会政治秩序に対する苦い失望感を味わっていた。 引き続き美術アカデミーで教弁を取り続けていたが、新しい考えを取り入れるよりは、古い伝統にすることを好んだ。1890年代、ファットオリが最も気に入っていた生徒であるプリニオ・ノメリーニをリーダーとするグループは、新印象主義やディビジョニズム、分割主義、転病主義の方向に向かっていたが、正直さと率直さで知られていたファットオリは、 そうした動きを苦々しく思っていた。1891年には、ポアンティリスム、天平主義に対抗する論争に参加してる。1903年頃、彼はこう書いている。最悪の動物は何だか知っているか。それは人間だ。なぜか。自己中心的で、インチキで、裏切り者だからだ。私は何も信じない。私にとって、聖なるものなど何もない。 私の妻と義理の娘以外には、私は無心論者だ。善も肉も神次第なら、そのような神が実在するはずだとは私は信じない。私は長年希望を持って生きてきたが、失望のうちに終わりそうだ。晩年の作品、中んずく、ザ・デッドホース・ホワットナウには、彼の深い絶望を表すイメージが見られる。ファットーリは1908年8月30日。 フィレンツェで没した。故郷リボルノ近くのモンテネロのマドンナデッテ・グラツエ少女記念堂のロッチャに、リボルノの他の著名人たちと共に眠っている。ファットオリは、マッキア派を代表する画家とみなされている。彼は、戦争をテーマとした作品を数多く描いたが、戦闘場面は滅多に描かず、野営地での兵士、集合する兵士、休息中の不評体といったテーマを描いた。 また繊細な肖像画、風景、田園生活、馬などのテーマを描いた。しかし晩年の彼は絵画の新しい流れと無縁になり、それが彼の凋楽につながった。彼の作品は人々の関心を引かなくなり、それが経済的困窮へとつながった。ファットオリバ仲間の画家たちからは尊敬されたが、彼の挑戦とした態度により、大衆の支持を得ることはなかった。 彼の作品は、ローマ国立近代美術館、トリノの私立近現代美術館、ミラノのブレラ絵画館、フィレンツェのピッティ宮殿の近代美術館などで見られ、北米ではボストン美術館に作品がある。また、故郷リボルノには私立ファットオリ美術館がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。